3人に頼みがあるの。うん、生徒会室のどこかに隠されているバナナ文書を取ってきてほしいの。学校のスキャンダルが記載されている文書とだけ。そして生徒会長がそれを使って生徒の弱みを握っていると。なんで私たちに頼んだの？堅気じゃない匂いがしたから。さっきからなんかひどい。相撲取りの秘技を。あ、やります。赤でもわかる英会話。あ、できるだけ全社します。私はそんなにチャラくない。花ちゃんにはマニキュア100均の。いやー、それはリア充の監視の人気の人か。ねえ、どうする？予告状出すのはどうですか？霞って時々すごい頭悪そうなこと言い出す。やだよ、そんなのすごく警戒されるに決まってるじゃん。私もいろいろ考えたんだけど、いい案思いついたんだ。クワガタに取ってきてもらうのです。あ、絶対うまくいくって、私を信じて。わかった。もういいや、めどいし。その日はやってきた。鍵かかってる。まあ任せて。ファントマ、お願い。よーし、よくやった。どこにあるのでしょうか。ファントマ、これか。あれ、鍵がかかってない。どうしよう。どうする。どうすればいいの。どうしましょう。え、ちょっと怖い。早く出よう。今ここで花子がおならしませんように。お尻よ、声を出さずに息をする。